はい、どうも、熊さんです。今日のニュースはこれ。はい、社民党が消滅してしまいまし消滅はしてないね。え、ぶ、分裂ですね。分裂、危ないね、うん。まあまあ、あるのかないのかよくわからない党なんだけれども、はい。あの社民党、あの社民党、はい。反日のあの社民党が、なんとね、分裂をしてしまいました。はい。はい。分裂をするほど大きかったんでしょうか、この党は。はい。なんとね、国民のあのね、国会議員はね、なんとね、4人しかいないんですね。4人しかいないにも関わらずね、分裂をしてしまうというね、これ何があったんでしょうか。はい。分裂をする意味があるんでしょうか、これはね。 この4人しかいない国会議員がね、1人と3人に分かれまして、そして3人の方がね、立憲民主党に合流するんだそうです。はい。この1人と3人に分かれて、そのうちの3人の方がね、立憲民主党に合流してしまうということで、え、なんと社民党に残るのはただ1人、ただ1人、社民党国会議員がただ1人の政党になってしまいました。はい。誰が残るんでしょうか誰が残るんでしょうかはい。この人です。福島みずほ、福島みずはい。濃い政党に濃い政党になってまいりました。もう、もう濃縮されまくるな。 <laughs> ね、濃縮されまくった、こう、エスプレッソのような、エスプレッソのような、はい。も誰も飲めない政党になってまいりましたね、これ。これ、これすごいね。いやね、これね、ちょっとね、熊さんね、これね、動画にするかどうかね、めっちゃ悩みなんですよ。これほどね、日本の政治にね、影響をもたらさないニュースはないなと。もう、なんてどうでもいいニュースなんだと思ってしまいましたよ。もう、こんなん動画にしたところで、お前誰が見るんだとか思っちゃったんですよ。うん、熊さんだってそう思ったさ。思ったんだけれども、ちょっとね、あのね、熊さん前の動画で言ったんだけれどもね、熊さんの一族には、熊さんの一族には政治家がいるんです。 はい、熊さんの一族には政治家がいるんですが、なんとこの政治家、ね、熊さんの一族の,このたった一人の政治家がね、これ、どこの党に所属をしているかというとね、なんとね、なんとね、社民党なんですね。はい、もう熊さんみたいにね、こうね自民党以外に存在する意味あるんでしょうか、野党って言って、思ってる人間の、ね、一族にね、なんと社民党の議員がいるんですね。いやー、申し訳ない。誰に対して申し訳ないのかよくわかんないけど、いや、世の中って不思議ですね。はい、<laughs> という感じでね、まあ、一応熊さんの、ね、一族の処理がね、まあ、お世話になった社民党、まあ、社会党の頃からお世話 なってるんですけど、うん、このね、社会党、社民党ね、えもうついに消滅すんぜ、はい、もう来年、再来年にはないんじゃないでしょうか、だをするとね、次の選挙、次の選挙でね、えもしね、福島みずほさんがね、え落選してしまうとね、これ、 社民党ええええ,え,え消滅消滅ま、ま、地方議員が支えるから、多分ね、消滅というのはないんでしょう。ないんだろうけども、ただね、あの、国会から、国会から、社民党の議員が消えてしまうというね、お、これは、これは全日本国民が間違うんだ事態にね、こうなってしまいますので、なんて面白い、なんて面白い。はい。次のね、次のね、総選挙ね、見どころが一つ増えましたね。はい。たった一人残った福島瑞穂さん。はい。社民党にたった一人残った福島瑞穂さん。はい。この人は当選するんでしょうか落選するんでしょうか これ、これね、次の選挙のね、見どころの一つになってしまいましたね。はい。<laughs> はい。というわけでね、まあまあ、熊さんのね、いつどこね、お世話になったね、社民党ね、まあ最後の最後にね、まあまあ、消滅寸前ですけれども、消滅寸前ですけれども、まあ最後にね、あの、熊さんの動画で花火を打ち上げてあげようかなと、うん、最後にね、もうね、もうね、ここまで小さいとね、もう気にもならないんだけれども、なんだか可哀想になってきちゃってさ、もう、可哀想になってきちゃってさ、まだ、まだ頑張るんですって、まだ頑張るんですって。いや、不思議ですね。うん。だからまあ最後に、さ <coughs> 最後、最後、まあ多分最後になるでしょうね。 最後にちょっとね、社民党のね、え何があったんでしょうかなぜ分裂をするんでしょうかまあ確かに大きな野党に、ね、なっていかなければなりませんからね。本当はね、これ分裂してというか、もうあのー、立憲民主党とかにね、合流するのがね、あの、まあいいんでしょうね。おそらくいいんでしょう。自民党に対抗できないもんね、そうじゃないとね。しかしそれだとね、え社民党が消えてなくなってしまう。はい。あの、お高さんの時代から、お高さんの時代から、一応ね、村山さんというね、総理大臣まで輩出した政党ですよ。社民党ってね、まあ、社会党ってね、うん。その社会、社民党がね、なくなってしまうと。なく、消滅してしまうと。それだけは 避けたいといとう、ね、この福島みずほさんのね、まあ、ある意味、この息気に免じてね、今回、動画を作成しようかなと思いましたんで、ね、ちょっと何があったのか、ちょっと読んでいきたいと思います。いきますよ 社民分裂へ、立憲合流で離党容認と、はい、社民党が、社民党残留組と、立憲民主党に合流する勢力に分裂する見通しとなった、はい、22日の常任幹事会で、立憲に合流するための離党容認する議案を、11月14日に東京都内で開く、臨時党大会に、えーな、なんて思うんだろうね。 にまあ、提出することで多を多数決で決めたとえ合流を推進する吉田幹事長は記者会見でえ議案は残留合流のいずれの選択も理解し合うとの内容でえ過半数の賛成で採択されるとの説明え皆さんの賛成をいただいて歴史的な臨時党大会になるようにしたいと述べたいやこれこれ福島さんからしたらもう納得のいかない言葉なんだろうけれどもまあ しょうがないよね。社民党、存在価値、というかう存在感自体がもうなかったもんね、うん。で、議案が可決された場合、4人の、えー、党所属国会議員で残留を選択するのは、福島、水保、党首だけと見られますと。はい。残りはみんな、立憲民主党に逃げていくと。しかし、逃げた先の立憲民主党も、本当大丈夫なのかっていうのはあるんだけどね。うん、で、社民党は、昨年7月の参院選で2%以上得票しており、公職選挙法や、えー、政党助成法が定める政党要件は引き続き満たしますと。はい。で、福島市は、社民党が、 残るのは良かったとえ。これから頑張っていくと、記者さんに語ったという形でね、いつの間にやら、NHK から国民を守る党より、はい、あの N 国党よりも小さくなってしまった社民党。はい、でもう一本ねあの、同じような記事があったので、ちょっとこれも面白かったので読んでいきますね。え社民党、えー、回答し、立憲に合流を断念、はい。回答はしなかったんですね。なんとかして社民党を守らなければならないという福島みずほさんが頑張ったわけですよ。なんかこの点に関してはね、福島さん、おまあまあおうおう、気合入ってていいんじゃないのなんか他の3人みたいにね、あの今までお世話になってた社民党を出ていてね、 やっぱり立憲民主党の方が大きいからいいって言って言っちゃうやつよりはもしかしたら。 ね、筋は通ってるのかもしれない。そこだけは褒めておくわ。うん。で、立民に合流を断念。自実上の分裂も、党大会採択と。はい。社民党は22日、立憲民主党との合流の是非をめぐって、常任理事会で協議し、回答による合流を断念した。大体案として、希望する国会議員や地方組織が党を離れるのを容認するかどうかを問う議案を、11月14日の臨時党大会で募ると決めた。はい、可決されれば、党は自実上の分裂となりますと。これはもう可決されるのはほぼ確定ですから、分裂になって 1、はい、一人政党、1人政党誕生ということですね、うんで、執行部で多数を占める合流推進派の吉田幹事長らは、えー、次期衆院選を見据えて党全体の合流を目指してきた、だが、えー、福島みずほ党首や地方から党消滅への異論が相次いだため、回答方針を展開したあて転換したと、はいえー、福島氏は議案が可決した場合について、今後も党首として頑張ると共同通信の取材に答え、党に残る意向を表明したという形でございます。はい、でこの人でも社民党は必ず潰さないっていうね この福島さんの覚悟。これだけはね、あの、見事だなと思います。見事だなと思います。まあ、なんか、何らかのメリットがいろいろあるのかもしれないけどね。うん、しかし、社民党、これ、やばいですね。やばいですね。しかしまあまあまあ、これほどせ日本の政治にとってね、えー、どうでもいいニュース、どうでもいいニュースがあったでしょうか。はい。でね、えっ、ー、とね、このニュースを読んだね、国民が一体どう考えたのか、福島さん、これ読んどいてくださいね。はい。こういう重大事項をたった4人の意見すらまとめられない時点で、社民党は政党としての体を成していたい,ないと考えるのが素直だろうな。まあ、確かにね、たった4人の意見すらまとまらないんだもんね。うん。で、あと福島みほ はい、これがね、一番大きな声らしいですね。うんで、えー。たった4人の意見もまとめられない政党が日本をまとめることは無理ですな。うん、でもね、でもね、10年くらい前はね、この、このやばい政党にね、日本の政治を託していた時期があったんですよ。いや、国民ももうちょっと賢くならないといけない、いけないですよね。うんで。えー、結局、どこに所属することで議員の身分を守れるかだけで行動しているのが見え見えですな、えー。社民党支持者も呆れているでしょうね。 確かに。 あの、えっと、福島さんはね、唯一ね、あの、社民党を守るという確保で守ってる、あの,の、残ってるわけですよ。まあ、それはね、ちょっとま、偉いなと思います。で、残りの3人はね、もう自分の身分を守ればいいというような意見、あの考えもおそらくあったでしょうからね、こういう意見というのは出てきてしょうがない。うん。で、社民党は歴史的役割を終えた、そもそも役割があったのかどうか疑問ではあるが、はい。え、ちなみに4人というのは国会議員の数。自民党のような国会議員が主役の党ではないため、党大会は国会議員以外にも多数の代議員が、えー、出席するはずですよと、うん。そうだ、地方議員の方が多いからね。うん。あだから熊 孫さんの一族のあ,あいつもあいつも出席するのかなあの,あのおじさんも出席するのかないやいやちょっとついでに見に行ってみたけどね、うん、でおたかさん時代から考えるともはやないに等しいレベルまで衰退した、はい、おたかさん自体を知らない方々多いと思うんですけれどもおたかさん自体の,あの土井貴子さんというです、ね、あの女性の党首の方がいらっしゃいましてこの時の勢いはすごかったんですもう自民党も角野というくらいの、ね、勢いが、ね、あったんですよあの信じられないでしょ今の社民党を見てる人見た今の社民党しか見たことない人にとってはすごい勢いがあったんですから昔は、うん、でこんな小さな 政党になってしまい、えー、さらに分裂するのか、消滅するのも時間の問題だろうな、うん、確かにね、うん、で福島みずほさんの意見はことごとく共感できないけれど、この件に関しては筋が通っていると思う、だけどたった一人では国会でもう何もできない意味があるのかなと、うん、確かに意味はないんだろうけどね、政、え、党、ー、助成金はすべての国民が一人一人250円のお金を払うのですと、えー、おかしくないですか、間違っていませんか、福島さん、間違っているなら変えるべきです、だからもう社民党自体はね、<laughs> もう税金の無駄だからなくしてしまって、もう福島さんも、ね、議員続けたいんだったらね、あの立民いったらっていう ご意見ですよね。これ確かに最もなご意見ではあるよね。確かに。うん、で、えー、日本反日政党の完結ですか。はい。日本反日政党の完結です。はい。えー、野党の衰退ぶりはひどいね。自民の中で二分割でいいよ。確かにね。自民党の中でね、えっ、ー、となんだろうな、あもう日本をね大事だと思う人たちのね、あとは二階君のグループ、二階君のグルー二階君とか、ね、石破君とかね、ちょっと厄介なのをまとめてね、二、えー、分割っていうのもまあありかもしれないよね。確かにね。えー、立憲民主党、社会的共産党はあチャラ国の活動家ばかりですからね。えー、自民党も自民も公明党 と縁きるべき時期ででししょううといいいご意見ですね、えー、4人しかかいないのに分離ですかたった4人もまとめられない政党なんだね。これで福島水と受け入れてくれるのは、えー、日本共産党しかいないね。確かにね。でもね、福島さんはね、社民党をね、潰さないためにね、おそらく一人でずーっと頑張り続けると思います。はい。何のために社民党は存在してるのいるんだおい、おい、おい、福島さんの福島さんの覚悟をばかにするな。こら、こら 福島さんの覚悟をバかにするんじゃない。お、おもしろいじゃないか、この野郎。うん。こういう政党が存在していいのかと思っている。うん。あのね、あんまり政党存,存在する意味ないよね。もう、もうないんだよ。ないから、もう、とっとと回答しちゃってもいいっていうご意見もね、もう、クマさんはそれはね、反対できないわ。<laughs> 確かに、その通り。うん。で、皆さん、福島みずほ氏を批判されますが、かつて200議席もあった反日政党を4議席にまで減らしてくれた立派な国士ですよ。はい。えー、福島みずほさんは、あのね、あの、もう、おたかさんのね、あの、200議席を超えていた、あの、 とんでもなく大きな政党をたった4議席にまで減らしてくれた。そして今回ね、なんと残りのね、3人も追い出してですね、ついに1議席にまで減らしてくれたとんでもない国主確かに、とんでもない国主よね、これね。こんなの安倍さんでもできないぜ。あこんなのさ、菅総理でもなかなかできないことですよ、これはね。福島水をすごいというご意見がね、はい、いっぱいです。いっぱいですで。ちなみにね、あのね、ツイッターもね、結構ね、盛り上がっております。ツイッターも、分裂フロドいるなっていうの、これはね。も ないんだけど、とそろそろいる意味あるのかと、はい。どうしようもない人たちですね。とかですね。こう <laughs> 慰安婦問題引き起こした福島瑞穂氏たちが社民党だって <laughs> 頑張って。て おーあったよ、福島さん、あったよ、頑張ってってあったよね、これ名前なんだかよくわかんないけどね、うんえ、みずほは石破茂と合流、いや、石破さんはね、なんとね、あのもう分裂とかね、するのをやめて、党首もおりまして、はい、あの菅政権を応援していくというねあ、小さな、小さく小さくまとまってしまいましたからね、えみ福島みずほさんで合流は多分無理でしょうね、はい、社民党は日本共産党のほか、まあまあそうだね、え自民のほかに決まって、いや、そうか、いや、いや日本共産党の補完だろう。うん で、二人が一人ずつに分離あ、そうだね、本当にね、四人なってそんなもんだよね、え、税金無駄だからみ、み、み、みんな政権去って、政権を去って、どういうことだろうね、え、社民を永遠に、あ、あ、もうこれ終わりと、終わりと勘違いした人がいらっしゃいますね。一応ね、まだ形だけは残るんですよ。はい、次の選挙でね、次の選挙で福島さんが落選をして、社民と国会から消滅をしてしまう可能性はあるんですけれども、とりあえずまだありますよと、え、うん、社民なんか消えてなくなれば、いや、もうこういうご意見なんですよ、うん。こんな感じでね、意外にね、意外にね、国民の皆さん、 注目してますね。意外とね。取り上げてよかったのかなこれな。よかったね。福島さん。福島さん。えよ,くよくはないか。よくはないか。えっ、ー、とー、ね。 奥さんね、もう消滅寸前最後の投首はい、社民党最後の投首はい、社会党ね、あの、ゆあの大きいこれは社会党と言いました。はい、社会党最後の投首水野さんにね、最後ね、ちょっとね、注目をしてあげてほしいな。最後に熊さんのチャンネルで、こう、花火を打ち上げてあげようかなと思って、今回の動画を作成しました。はい、こんな感じでね、えー、今後もね、社民党の情報が出てきたらね、うん、多分出てこないと思うから、そんな動画はもう今後二度と作らないと思うんだけれども、まあ、おそらくね、来年、再来年あたりね、消滅してしまう可能性がありますからね、おそらくもう二度と社民党のね、え動画を作ることはないと思いますけれども、ないと もしよろろししければチャンネル登録をよろしくお願いします <laughs> よくわからないね。はい。というわけで、熊さんの動画を終わりたいと思います。はい。福島さん。福島さん。うそ最後の最後まで、はい。消滅するまで、はい。社民党はね、はい、私と共にあると、はい。社民党がえ、私の寿命が尽きる時が、はい。社民党が消滅する時だということ覚悟。その覚悟だけは素晴らしいと思います。その覚悟だけはね、なかなか見事だと思います。はい。もうこれだけ世界中に攻められて、え、それでもね、それでもね、米韓同盟やめちゃおうかなとか言ってるね、あの、 あの、ムンくんと、あの、ムンくんとね、よく似た覚悟のように、もうちょっと見えちゃうんだけど、もう自暴自分崖に向かってね、走り出している、そんな、そんな姿にも見えないことはないんだけれども、でもその覚悟は見事だと思いましたよ。というわけでね、この動画はね、あの、応援は全くしてませんけれども、え福島みずほさんの名前をねえ、ちょっと動画の中でね、お,おそらく過去の動画の中で言う、一番ね、福島みずほと叫んだ動画になったと思います。ご満足いただけましたでしょうか、福島みずほさん。はい。というわけで、この動画終わりたいと思います。うん、バイバイ。